ジャレット、クリックニューメキシコ州アルバカーキ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のヒューストンテキサンズに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。ネブラスカ大学では2007年をレッドシャツで過ごした後、1年時の2008年は9試合に出場し2タックルを上げた。2年時の2009年は75タックル、9.5サックを上げて、 ビッグ12カンファレンスのファーストチームに選ばれた。3年時の2010年は70タックル9サックを挙げてカンファレンスのファーストチーム及びオールアメリカンセカンドチームに選ばれた。4年時は5試合で先発出場、オハイオ州立大学戦で大胸筋を痛めたため残り試合を欠場した。大学では通算20サックを挙げたが これは、ネブラスカ大学の歴代8位となる記録であった。2012年の NFL ドラフト4巡で、ヒューストンテキサンズに指名された。2013年10月20日の第7週カンザスシティチーフス戦で、相手 QB、アレックス・スミスがパスを投げた後、左膝より下へヒットした、ラフィング・ザ・パザーの反則に対して NFL から15,750ドルの罰金を課された。 ありがとうございます。